はい、バテナコモダです。今回はですね、先日なんですけども、常連の K 様にね、こちらオリジナルのレコメンドグラスいただきました。10周年のお祝いということでね、こちらのグラスをいただきましたので、これを使ってね、カクテルをご紹介していきたいと思います。では行ってみましょう。はい、こちらのグラスなんですけども、10周年のお祝いということでね、アニバーサリー、10年アニバーサリーと入っております。なのでね、せっかくなんで10周年にちなんで、こちらのタンカレーナンバー10を使ってね、ジンライムを作っていきたいと思います。普通のタンカレーはこちらなんですけども、これよりね、あのプレミアムな、どうもあの10番目にできた蒸留機を使ってるということで、こちらの方がね、シトラス感も強いし、甘みもあるし、重厚感があるということで、もうこちらの方が普通のタンカレーよりもより洗練されて美味しいジンですね。なのでこのジンの味を味わうために、もうシンプルにジンライムでいきましょう。ではグラスに氷を入れまして、こちらのタンカレーナンバー10を入れていきます。カットしたライムをこうグラスの縁に塗ってやって絞り入れましょう。うちのライムが8分の1サイズにカットしているので、まあ2切れから4切れぐらい入れたらいいんでしょうか。4分の1から2分の1ぐらいですかね。絞りながら調整しましょう。はい、ではステイしていきます。うん、バッチリナンバー10ジンライム完成です。はい、では試飲していきたいと思います。やっぱりね、香りがね、もう普通のタンカレーとは違って、すごくあのシトラスの華やかな香りがしますね。うん、ジンライムね、ライムたくさん絞った方がね、飲みやすいかもしれないですけど、このジン自体がね、もう美味しいんでね、あのもうライム絞りすぎる必要ないかなと思います。これぐらいでちょうどいいですね。ジンの味も味わえて、ライムのスッキリ感、このジン自体がね、結構ね、柑橘が効いてるんで、ボタニカルに、はい、すごく美味しいです。この10周年のグラスが嬉しいじゃないですか。これをね、わざわざあのプレゼントしてくださったんで、常連の K 様ありがとうございます。ジンライムはね、簡単にできますんで、あの自宅でぜひ試してみてください。というわけで今回の動画は以上で締めさせていただきます。次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、グッドボタンもぜひよろしくお願いします。本日も最後までありがとうございました。